前なんかの動画で、うん、ずっとクラブをこうピックアップし続けて、うん、ヘッドを落とさないようにするって動画で言ってたやつがあって、うんうん、見てた編集してる時に、うん、なんかそれすげえ大事そうだし、うん、300本ぐらい撮ってるのに初めて言ったと思って、うん、ヘッド落とさないのね。そう、それだから本当は大事なのに隠してたんだなと思って。隠してはない、もう暴くしかないよ。隠してはないないんだけど、うん、なんだろう、ゴルフって上下の関係しかないから、うん、平井博明のワンナップゴルフ。クラブをピックアップしてるってことは、クラブがヘッドがこう上に行くってことは、うん、手元は下に行くのね。うん、ああ、そうか。そう、だから手元が浮かないのよ。はい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 。こういう関係だから。そう、ヘッドが下がったら手元って上行くでしょ。本当だ。そう、だから両方平行に動くことってないのよね。クラブと腕、手って、グリップって。だから、こう、こうやってやったりする人もいるんだけど、はい、こうやってやったら、うん、こうなかなかヘッドってこう戻んないから、うん、俺それ嫌だから、うん、最終的にはヘッドが下に来るのは当たり前じゃない、うん、だからヘッド落とさないで、落とさないで落とさないで、いいタイミングの時にちょんと落としてあげるぐらいの感じで、またすぐインパクト終わったら仕事は終わりだから、またすぐクラブをこうやってピックアップして、うん、こういうスイングをしたいわけよ、うん、常にヘッド落とさない、うん、こういう感じ、うん、そう、もうこっからだからすぐにこうやって持ち上げたいぐらいの感覚だから、ハンドダウンっていうかこういう感じで、うん、こうやってヘッド落とさないで振りたいんだよね。うーん、こうやって振りたい、こうじゃなくて。ちょっとさ、説明してるとこ悪いんだけどさ、そんなこと言ってる人いないよね。あ、またこれいないって言ったらあれなんだよね。調べてないから分かんないんだけど、ああ、とりあえずゴルフっぽいサムネでそういうの見たことないわ。確かに、いないかもね。いないっていうか。いないっていうか、逆言っていい、うんうん。ここまでバカ正直に説明しようと思ってる人がいない。ああ、それはそう。あ、うん。いないと思う。まあ、それもあれだよね。誰かに習ったんじゃなくて、自分がどっかで気づいたことを今言語化して説明してくれてるんでしょ。そう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 。誰かに言われたわけじゃないんでしょ。誰かに言われたわけじゃない。もう自分で全部やってきたことを言葉にしてるだけっていう感じ。うん、すごいよね。ヘッドを下げない。うん。ヘッドを、だからピックアップし続けろよなんて言われたことないし。うん、そうだよね、うん。この YouTube 自体もそうなんだけど、うん、自分のやってることだけを言ってるだけだから、うん、真似も見ようともしないでほしいって感じ。ああ、自分で自分の YouTube は作ってくださいよって感じですね。そりゃそうだわ。ああ、そりゃそうだよね。ああ習ったことを動画で教えるんじゃないよってことね。そう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 。自分で気づいたことを発信しなさいってことね。そうそうそう。はいはいはい、だからイメージとか参考例として、うん、今僕の場合は、ヘッドを落とさなければ悪い動きが出ないんで、ヘッドをこうピックアップし続けて打つっていう動きをやってるっていうだけ。手元を浮かないようにヘッドを上げてれば手が下がるって逆じゃん、うん、当たり前なんだけどさ、考えたら、うん、その反対にヘッドを落としたら手が上がるってさ、それ分かんだもんね。いや、バカにしてんじゃないよ、うん、じゃなくてその逆のことをしようとして、うん、自分が得たい結果を得ようとしてるとかっていうのを、そのやりながら考えてんだなと思って。考えてるね。考えちゃったね。だから向きはどうであれ、うん、ヘッドをこうやってピックアップし続ける動きって、うん、ここでもやるよ、こうやって。そう、こういう動き、うんうんうん、そう、だからスイング全体的にそういう動きって入るね、うん、ピックアップしようとすると手が下がるんだ。ピックアップしようとすると手下がる。あ、こうやって手ピックアップできないから。本当だ。そう、こうやってやったらピックアップできるでしょ。ああ、できるできる。ヘッド上げられるでしょ。だけどヘッド上げようとしたらなんか手も浮きそうな勝手に感じがしちゃうけど、そうじゃないもんね、多分やってたら。そうそう。ヘッドを浮くって、うん、こういうことじゃない。うんうんうん。こういうことじゃないじゃん。じゃないんだよね。そう。ヘッド浮かせるってこうでしょ。そうだよね。下に行こうとするよね、浮かせようとしたら。そう。だいたいそこで来るのが、グリップはどうするんですか？グリップも上げるんですか？そう、グリップ上げちゃうとこう全部一緒に持ち上げるから全部浮くんでしょ。そうそうそう、全部浮いちゃうんでしょ、うん、もうね、質問はもう受け付けないようにしようと。だから言ったことだけできますか、あなたはって。レッスンでアウトから来る、うん、だからインサイドから入れられますかって話だ、うん、そう、だからごめんね、話変わっちゃったけど、
アウトから来るんだったら、うん、インサイドからこうやってゆっくりでもインサイドからこうやって入れられるのって、うん、試しにね、うん、打たなくていいから、うん、それってどうやってやるのって言われるんだよ。もうそれ以上説明はできない。俺はもうインサイドから入れるしかないんだから。入れてみればいいんだよね。入れてみればいいの。だからヘッドをピックアップするっていう作業だから、アドレスでも、うん、こうやってやるんだよね。もうピックアップしてんの、ここでもう、こうやってこうやってこうやって。あ、そうなんだ。そう、こうやって。なるほどね。こうやって、うん、ここでもうこっからもうピックアップだから、もうこうやってで、ここ来るけどこうやって来る、うんうん、こうやって来て下がるけど、うん、下がるのとピックアップで喧嘩させて帳尻合わせてこうやってインパクト迎えてるからね。嘘。だから来角はフラットの方がいい。嘘。え、だってそれ同時に戻そうともしてるわけでしょ。そうだよ。すごくない？だからこうしなるじゃん。こうやってヘッドってダウンするでしょ。するするする。そう、ヘッドダウンし、そのまましたらさ、こうやってなるじゃん。なる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 。そうだ、そんなのは絶対許されないからピックアップしてる。あ、ちょっと分かったかも。やんないけど。感じ的に分かった？いや、あの、自分がたまにほらふざけて打ってる時あるじゃん。その時戻そうと思ってやっぱさ下に向かわせようとするんだけどさ、手浮いてんだろうね。だから。そう。振るんだけど、ヘッドは振るんだけど、ピックアップする意識を持ちながら戻すのね。そう。なんとなく分かる気がする。でも、気がする？叩きに行こうとすると絶対手浮いてこうなるじゃん。うん。うん。なってると思うんだよね、自分。そう。絶対ね、こうなる。そう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 。そう。そう。なるね、こうやって。そう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 。うん。それならないように。だから、ここの角度って、スーパー大事なの。うん、そうだね。うん。そっか、落とさないようにでも遅れないように右手で戻すんだ。なるほどね。うん、できるかどうかわかんないけど、イメージは湧くわ。湧くでしょ。うん。そう、イメージ湧いた人が勝つから。そうだよね。ああ、何言ってんだろうってこれ聞いて思ったらなかなかできない。できない、できない。だってその形がだって想像できないんだもん。みんなそうっつったらおかしいけど、うん、こうなるもんね。そうそうそう。わかる。そう。そう。だからこう、こうってなるもん。そう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 。そう。そうならないように叩いてる。ああ、それが分かったわ。こうやって布団叩いてんの。もう、こうじゃなくて。うん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 。そういうことだよね。だピッチャーもさ、うん、こうやってなるじゃん。うん、ちょっと形が、うん、最後、うん。あれに近いよね。だそれにならないように、こうやってならないように、うん、このまんま、うん、こうやって使ってる。はい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 、うん。それがね、すっごい意識はある。まあ、振ってるから自然とヘッドはもう、下がってきちゃうからっていうのもあるんだろうね。遠心力とかめっちゃ重いからね。そうだよね。うん、だからピックアップしたいからクラブを90度で握るの、うん、こうじゃなくて、はいはいはい、こうやって握ってこうやって上げられる状況を作ってるんだよね。だからもうこういう状態、うん、もうだからこうパッとすぐ上げられるようにしてる。だからもう、あ、ダブりそうだなと思ったらこうやって、うん、なるほど、うん。ちなみにピックアップだけして打ったら必ずドローが出るのね。そうなんだ。そう。打ってみる？たまには。本当めっちゃ打る。そう。ピックアップだけできたら、うん、球は捕まえられるから。言っとくけど、こと細かな原理、インパクトで起こってることは絶対知ってるから、うん、俺は。結構。だ例えばピックアップしないで打ったら、うんうん、球は捕まらないわけよ。こうやって、こうやって出してるし今、うんうん、そう、うんうん、こうやってこういう状態で打ったら球は右行くから。じゃあ反対に言えばそれで調整したりするの？そこではあんましないの？ね、球をいじるときはそこで調整するの。例えばナチュラルドローを打つときはそこでは調整しない。ああ、そうだね、うんうんうん。返しながらピックアップ度合いでこういう感じで、この感じ。むずむず具合が難しいと思うでしょ、うん、でもプロもアマもみんなやってるから。やってんの？やってるよ。だからうまくいかないんだから。だからうまくいかないの？そう、同じことやってんだから。それはだってプロの方がうまくいくよね。あ、同じことやってんだもん。でも結構あれなのかな、みんな意識してやってんのかな、ピックアップ。いやいや、言う人いないからやってないでしょ。そうだよね、うん、動画にないから。動画にないから。あ、じゃあ明日からみんなピックアップするから。そう
あ、大丈夫、そんな見られてないか。間違えた。そう、だからしない、誰もしない。関連動画には出ないから。出ない。関連してないから。してない。だってピックアップ誰も言ってないんだから関連しないでしょ。そう。ハッチバックとかそういうの出てきちゃうから。トラックってこと？そうそうそう。車の方に出てきちゃう。車の方のピックアップで出てきちゃうから。じゃあ、あれだね、車も趣味でゴルフも趣味な人はラッキーだね。ラッキー。ハイラックスとか出てきちゃうから。出てきちゃう？出てきちゃう。中にワンナップゴルフ出てきちゃう。間違いない。お邪魔しますっつって。だから見つかんないんだよ。そうなんだよ。隠れも得意だから。ね。うん。そう。でも、出たくも隠れたくも別にないよね。何にもないよね。何にもない。うん、だけど、うん、ゴルフピックアップって誰も検索しないから。ゴンベの次で。ゴンベの次も しないんだから。そうだよね。しないでしょ。検索しないやつをやってるからね。でも、めっちゃ重要なこと。そうなの。そう。だからこれ動画撮るときに、トール君とオンラインサロンにしようかって話をしてたんですよ。でも、差ができないんですよね。YouTube 用とオンラインサロン用と差がないんで、うん、じゃあ、YouTube にしようってことで、YouTube で今撮ってるんですけど、クラブの、そのアドレスからの、この軌道で、こうやって、こうやってやるでしょ、うん、こう、垂らしながらこうやってやるじゃない、うんうん、で、全然それでもいいの、うん。それでもいいんだけど、球をフェースに乗せたり、スピン効かしたり、そういうのはピックアップしようとしてる動作の方がスピンは入るからね。だからもしスピンが足りてないんだったら、ピックアップする方の動きをこうやって入れてあげた方がスピンは入りますよ。こうやってやったらスピンは入らないからね。どちらかというとボールを抑え込む、上げない、もうそういう方の動きだからね。反対に手が浮いて困ってるよって人が、うん、手を浮かさないようにっていうより、じゃあヘッドをピックアップして打ってみようってなったら、うん、手は浮かないかもしれない。浮かない可能性は出てくるよ。そのピックアップを意識した結果手が浮かなくなるっていう。ああ、なるほど。ね、うん、それ練習方法あって、T、うん、一番高くして、うん、で、ワイドスタンスにする。うん、そうすると重心低くなるでしょ、うん。重心低くなってこうなったら、来、うん、角めちゃくちゃアップライトでしょ。うん、これでヘッド垂らさないで、こうやって打つ。そう。これができたら、手浮かなくなるからね。そうなの。これ手浮いたらここ打つから、ね。マジで。やんないよ。やんないよね。痛くなっちゃうから。これでピックアップできなかったらここに戻ってこれないのね。あ、そうなの？そう。これ T ちなみに60ね。うん、高さ。60で7番アイアンがパックリ入ります。はいはいはい。のスタンス幅。うん。で、ボールセンターね。うん。でまあ来角がこれでロフトがついてるから左には行くよ、うん、あれ左に行かないようにしたらこう構えなきゃいけないから、はいはいはい、でもこれでもいいよ、こうやって、うわ、拾えるようになるんだ拾えるようになるんだ、拾えるようになる、あ、そうなんだ、もうこういう感じだそう、写真に写りたいのか写りたくないのか、どっちだ、こういう、はい、こういう感じ、こういう感じじゃなくてもう完全にこうだ、ね、一番腕が一番下ね、そう一番下、こういう感じだから、一番下なの、そうこうじゃない、でそっからヘッドが上がる状態、うんうん、だから極力地面に平行に振りたいイメージなの、はいはいはい、そうこういう感じ、ヘッド上げてね、そう、あ、だから低くすんだ、そう、こうやって、なんならあれもう手を下げて下げまくって地面と平行に振るけどボール打ちますぐらいの、うん、ちなみに言っていい今のどれだけ辛いか分かんないと思うけど、分かんない、やんないとね、うん、あれだけ700球打つんだからね。1日。700? たけちゃんにやれって言われた。へぇー。本気で階段上り下りできないんだから。その直後。プルプルしちゃって。でもあれさ、ワイドスタンスでやってるからさ、やっぱ手打ちになるの？手打ち、うん、手打ち、手打ちだね。手打ちでいいんだよ。あれで打てるショットでいいの。はあ、あれにうんちゃらかんちゃら、ヘリクス入れられないの。そうだよね。そう。だから全然それはいい。ワイドスタンスで、
7番アイアンでいいから7番が入るスタンス、うんうんうん、スパイクの間に、うん、極力こう一番遠いとこ、うん、打てる範囲の一番遠いところ、うん、距離はね、うん、母子球にグリップエンド、うん、ボールのところにセットアップして、うん、母子球にグリップエンドね、うん、で7番アイアンが土踏まずに入る、こうやって、うん、もう一回フェースの芯で合わせるよ、うん、フェースの芯で合わせたら、うん、母子球にグリップエンドね、はい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 、ここぐらいね、ここね、うん、そうで、うん、土踏まずに、うん、で余裕で入るの、ね、7番アイアンが入る、はいはい、そうじゃあそんぐらいで練習してもらって、そう膝は80度ぐらい、うん、それ何やったの、それそれ何やんなきゃいけないで、そう T は60ミリね、60ね、6センチ、60ね、60ですよ、うん、上がんねえんだこれ以上、うん、そう60、うん、でこれを700キロやってください、はい、宇宙放題で、はい、以上ですそうだね、それぐらいやると、うん、クラブが垂れてる垂れてない、右手が使えてる使えてない、うん、上半身が回転してるしてないのチェックが一発でできるから、うん、全部できるんだ、全部できる、全部できる、超いいじゃん、超いいよ、超いいよね、本気で、ただ平屋の家に住まないといけなくなるけど、間違いない、階段登れないからね、そうでしょ、1階で過ごすしかないね、うん、平井くんちの玄関の2段登れないからそうねそうね、うん、登れないでね、ちょっとタイムリーで、うん、トルくんいい質問してくれたなと思って、うん、東京の西の方から来ていただいた方とか、うん、ここ最近 3,4 連チャンぐらい、うん、利き腕が使えてない方が来たんだけど、うん、その もう一人目の方なんて、うん、満々に右手使えてますよ、もう右手使っちゃうんですよね、右手強いんですよって言って、うん、全くだからほぼゼロ、どうしたのっつって、その自信は見せて賞味っつって全然だから、だからその俺が言ってる右手の力ってやばいんだよね、うん、そうだね、うん、だってみんな押せてると思って全然押せてないわけでしょ、全然かすりもしてない本当に今日の方初めて1年の方で、うん、レフティーの方なんだけど、うん、右で言うとスライスよ、うんうん、あの左で言うと、まあ、同じスライスの左ね、うん、右で言うと右か、うん、右のスライスが止まんないっつうの、うん、でそれしか出ませんっつうの、インパクトのその力感チェックしていいですかっつって、うん、もう全然足らないから、もっと押してください、もっと押してくださいっつって、俺こうやって押さえて、うん、もっと押してくださいっつって、それぐらいですよっつって、それで打ってくださいっつって、でそれまでこうやって構えて、うん、全部向こうしか行ってなかった、うん、こうやって打って、うん、スライスよ、うん、いきなりバシューだ、だから本当に話のネタでも何でもなくて、うん、毎回こういうことが起こってるってことは、うん、毎回弱い人なんでね、そうだね、来ていただくのは、うん、そうだね、もっと使おう、そうだね。そうなんだよ、そう、それはそう、また聞くの忘れちゃって、うん、これだけ俺動画で言ってるじゃない、うん、でも弱いじゃない、うん、だそれって、うん、なんで弱いんですかじゃなくて、うん、そのこれだけ動画見ても弱い理由って、うん、使いすぎちゃったらどうしようなのか、うん、いやこれは使いすぎだろうってなっちゃうのか、うん、なんかいろいろ理由はあると思うんだけど、うん、なんか当てはまるものってあるんですかって聞こうと思ったの、そうだね、でもそれよりもナイスショットが出て、お、それこそドライバー、うん、ドライバーなんてめっちゃいい球出てたの、それまでほんとドスライスとチョロがほんといい球なっちゃったから、うん、それ聞く前にびっくりして、もういい球に見とれてたっていう感じなんだけどそうなんだ、ほんとにその使う度合いというか、うん、ね、力加減っていうのは足りてるなって言ったのは、うんうん、昨日の方のみ、うん、お、そう、うん、ドライバーとアイアンしか入ってないセッティング、パワーがある方で、はい、もうラインもめっちゃ出てるし、もうほんと後の何細かいところなんだよね、あ、そうなんだ、うん、セッティングだったり
アイアンなんかはあのもう全然そのままフェースアングルだけ気をつけてもらえれば、うん、すごくいいスイングされてる方で、うん、で間の距離が打てないって言ってて、うん、間の距離の打てない理由をちゃんと言ってあげて、うん、それをやっていただいて、うん、したら間の距離全然打てるようになって、うん、したらあとドライバーのスピン量の問題だけだったんでね、うんうんうん、打ち出し角と、うん、だからそれはもうダイモンに行ってもらって、ダイモンすぐ近いらしいから、うんうんうん、そこで全部チェックしてもらって、そうでやってもらうんだけど、その方ここ最近でその方だね、うんうん、右手が足りてた方、それぐらいそのヘッドでボールを押すっていう、弾く打つっていう作業がちょっと弱いので、うん、ちょっと強めに使ってあげた方がいいですよね。ちょっと長くなりましたけど、うん、本当にスイング中にこうクラブをピックアップして打つっていうのはすごくいろいろ、まあ左脇が勝手に閉まったりとかするんで、うんうん、デメリットっていうのはほとんどないと思うけどね。要はフェードもドローも両方打てるし、もちろんストレートも打てるんで、ただ唯一来角が合ってないとできません。ああそうなんだ、うん、来角が自分に合わせてないとできないんで、だから吊るしで合ってればいいけど、ぴったり来てないと左行く可能性の方が出てきちゃう、もしそれがちゃんとできたら、うん、だからその辺は注意した方がいいですよね。なんで来角の見直しはもちろんなんで、それをやってあげた方がいいですね、うん、だって車買ったってさ、で車検出したってさ、アライメントはやるじゃない。そうだね、そう、それと一緒だから来角って、そうだ、ね、必ずそれをやってあげてください、はい、今回はですねピックアップハイラックスか、うん、っていう動画を撮ってきました。撮ってない、撮った動画あ、そっか撮ってない、そう、ヘッドをですねちゃんと持ち上げて落とさないようにスイング中気をつけてます、うん、でその理由をですね、うん、あの説明させていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。